飛び出すにゃんこ大戦争をやっていきましょう。コメント欄を見るとですね、ちょっと勘違いしている方が何人かいらっしゃるので、ここでお断りしていきたいなと思います。今やっているこの飛び出すにゃんこ大戦争は、任天堂 3DS のゲームですね。うん。値段はね、777円ということで、かなり安くなるんで、おすすめなんですけど、一応ね、このアプリの方でも、このにゃんこ大戦争っていうのがあるので、まあ、ちょっと興味がある方はですね、ちょっと携帯、iPhone、Android の携帯でダウンロードしてみてください。スマホの方はね、僕やったことがないんで、ちょっとわかんないんですけど、おそらく基本的には無料でできて、モンストとかパズドラみたいにガチャがあるんですけど、ですね、それ猫缶っていう、まあ、モンストで言えばオーブか。で、パズドラで言えばなんだ、パズドラ最近やってないからちょっと忘れちゃったんですけど、モンストで言えばオーブみたいな猫缶っていうのがあるんですけど、それを使ってガチャを回す。ですけど、その多分猫缶を補充するためにお金がかかる場合があるということで、基本的には多分無料じゃないかなと思います。はい。ちょっと興味ある方はですね、かなり値段安めにできるんで、ちょっとやってみてください。ということで、今回はですね、飛び出すにゃんこ大戦争。今回から青森県で、で、次が北海道で、この2県をね、突破すれば多分、日本統一か。ようやく日本統一できると思います。やっていきましょう。多分ね、この後にまだ続きがあると思うんだけど、とりあえずはまあ日本統一しましょうか。あーね、うん、青森県だね、やっぱり。でもこの上はもう北海道しかないんで、やっていきましょう。多分俺のね、勝手な予想だと北海道がめちゃくちゃ難しいと思う。よし、ちょっとしまったちょっとやばいやつを近づけてしまったから、これちょっと早く排除しよう。あー、そう、カバが強いんだよな。ちょっと失敗したかな。おお、あー、よかったよかった。とりあえず大丈夫だ。うん。いや、ゴリラ来た。次ゴリラ来たぞ。じゃあ猫エステを出してちょっと、うん、攻めていこうかな。もう、よし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 、うん、レベル上げよう。猫壁だけはね、出しといて、あとこの一番安いキャラクターとこの猫壁は出しといて、ちょっとお金を貯めて、あー、発射できるな。どうしようかな、発射する。いや、うん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 、あ、レベルマックスになったんで、ちょっとお金貯めて巨神兵みたいなやつ出そう。これ出そう。よし、じゃあこっからもうガンガン攻めていく。あー、出てきたこいつ。ちょっと待って、こいつやたら強いんだよね、このゾウ。うわ、ばば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 ば。やっぱ巨神猫がいないとこのゾウさんは多分やっつけることできないと思う。うん、ちょっとカンガルー邪魔。よし、オッケー。あー、あのバタフライみたいなやつ来た。あいつもね、結構強いんだよね。かつてのボスなんだよ、あいつは。うわー、ちょっと待って、巨神猫やられた。巨神猫やられた。よし、ゾウさんやっつけた。うん、なんだ、あのバタフライみたいなやつの方が強いのかな、あのゾウさんよりも。うん、なんかキャラクターのね、ステータスみたいなやつちょっと見れないんで、どのキャラクターがどれだけ強いのかとかね、全くわかんないんですけど。あいつやっぱなんかしぶといね。意外と結構しぶとい、見かけによらず。うわー、頑張れ。よし、オッケー、バタフライやっつけた。で、今巨神猫出した。うわー、また出てきた。
また出てきた。ん、あ、お金は結構ね余裕あるな。うん、これ多分負けないと思う。もうオッケーオッケーオッケー、ガンガン出していこう、ガンガン出していこう。よし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 、じゃあ次が最終ステージだ。あっ、ちょっと待って待って、うん、ちょっとパワーアップしていこう。ただ経験値が 21,268 しかないから、どうしようかな。バトル猫、あ、じゃあバトル猫をレベル上げして勇者猫にしよう。ようやく来た勇者猫。うん、ね、残りが4768はどうしようかな。猫トカゲ入れてるんだね。これレベル上げしました。はい、これでいこう。じゃあいよいよ北海道だ。やべ、いきなり足の速いやつが来たぞ。あ、あいつはね、あいつらはあんま強くないと思うけど。あー、ちょっと、うわ、ちょっと待って、すごい数来てんぞ。すごい数来てる。うーわわわわ。勇者猫出した今。大丈夫だね、やばいやつ来てないよな。よしよしよし、とりあえず今のこのメンバーで大丈夫だと思う。うん、とりあえずレベル上げだな。あれ、もう敵キャラ出なくなったよ。あー、ちょっと拠点攻撃してほしくないな。やばいやつ出てくるんだろうなきっと。うわー、まだ早いって早いって。あ、出てきた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 、やばいのが出てきた。あのクマのやつの攻撃力がね、ちょっと半端ないほど高いんだよね。さあ、ちょっと勇者猫も出していくか。うん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 、まぜまぜ、押されてる、すげえ押されてる。うわあ、巨神猫出したい、巨神猫出したい。うわあ、キモ猫が飛ばされた。なんであんなクマ強いのかな。範囲攻撃、うおー、やばい、2匹目来た2匹目来た。これどうすればいいんだ。うわー、ちょっと巨神猫出せねえな。よし、1匹やっつけたぞ。ちょっと巨神猫やっぱ出そう。巨神猫巨神猫、早く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 、よし出せた、ようやく出せた。うわあ、前衛の猫たちみんなやられた。うわあ、ちょっと待ってくれ。うわあ、うわあ、ちょっと待って、巨神猫一発でやられた。どんだけ強いんだよあのクマ。巨神猫はね、まああの耐久、うわあ、ちょっとこれ2匹目が来たぞ。巨神猫は耐久力高いはずなんだけどな。うわ、さすがラストステージ。一応ね、神様使うのはあのちょっと、うん、強すぎてしまうんで封印していたんだけど、これ神様使っちゃうかもな。よし、猫エステ出して、うん、今あのクマが2匹いるのか。うわー、すげえ強えよ、もうクマ強すぎる。よし、にゃんこ砲溜まった。うわー、3匹来た。うわー、あ、これ多分ね勝負がつかないな。
あ、勝負絶対つかない。いや、負けちゃうかもしんない。もうダメだ。ようやく巨神猫出せるようになった。ただかなり押されているんだけどあのクマ2匹が倒せないよ。頑張ってくれ。よし、にゃんこほう。わあ、しぶとい。まだ倒せないのか。しかももう巨神猫やられちゃったし。よし、クマ1匹やっつけたぞ。ちょっとこのまま押し切っちゃおう。頑張れ。よし、クマに関してはもうやっつけた。あー、また出てきたかお前が。まあでももう敵の拠点攻めてるんで、このまま押し切れば勝てるはず。よし、あともう少し、あともう少し。いや、ようやく全クリだ。全クリじゃないのか。まだ多分まだ続きがあるんだね、きっと。あれ、戦闘開始ってまだ続いてんじゃん。え、日本統一したのに。あ、沖縄県があるのか。そうかそうか、そういえば沖縄県やってなかった。そうか、まさか、まさか北海道からいきなり沖縄県行くとも思わなかったな。もうないよな。まだやっていない都道府県なんかなかったっけ。多分もうないと思うんだけど、さっきの北海道よりも難しいのか。だったらね、